ちは、こんばんは、カズヒロです。今日の脱獄アプリはアナザークールローダーです。こちらのアプリはですね、まあ何かネットかブラウザーでも何でもいいんですけど、何か立ち上げた時に、こちらのロード中のどこのこのステータスバーのところのマークとかがスクリーンショットを見てもらうと分かるんですけど、こういうデザインのがテーマで適用できるようになっています。でこちらを、インストールしてもらって、ウィンターボードで、こちらのアナザークールローダーにチェックを入れてもらって、リスプリングしてもらえると、先ほどのこちらのロード中とこちらのステータスバーのところのマークが変化、するようになってます。今日はアナザークールローダーの紹介でした。ではまたねー。